ニュージーンズの日本単独公演、歌声や表情など細部まで美意識、青い珊瑚礁カバーに会場枠沸く。韓国の5人組ガールズグループ、ニュージーンズが6月26日、27日、日本で初の単独公演を東京ドームで行った。デビューから1年11ヶ月で同所での公演に至ったのは、海外勢で最速。 K-POP の新たな潮流を生み出し、世界的人気を獲得した彼女たちの26日の公演を紹介する。北川洋平。ニュージーンズは音楽レーベルアドル、アドアに所属し、同代表の民秘人によるプロデュースで2022年7月にデビュー。自然体で透明感のあるキャラクターを打ち出し、 サウンドもクラブ音楽のビートを再解釈するなどして洗練された音楽性を示す。毅然毅然とした女性像を表現して同性らの共感を得てきた近年の K ポップの傾向と異なる。スタイルで新鮮な感覚が光る。大歓声を受け登場した5人はスポーティーでカジュアルな装い。デビュー曲アテンションで幕を開けた。 足の負傷で活動を制限しているヒーイン、ヘインと共に、久々となる5人での舞台。音を詰め込まないシンプルな曲の中、それぞれの存在感が強く浮かび上がる。見せ場のサビでは、透き通るようなコーラスワークと共に、5人がリン、リンとした表情で大きく体を伸ばして、ポーズを決めていく。時代を切り開く者たちが的を強烈なオーラを感じさせた。 デビュー以降の発表曲をおね時系列に披露し、日本語の MC などでファンとの距離を縮めた。ひと会場が湧いたのが日本のヒット曲のカバーだった。民事民事はウンディー踊り子を映画のワンシーンのように披露。ヒーインはシティポップ復興で再注目された竹内マリアのプラスティックラブを歌った。そして、ハンに ハにはアイドル文化を象徴する松田聖子の青い三五章、三五章を愛らしく表現した。選曲、歌声、表情や衣装、指先の動き。細部にまで美意識を貫く。初公開のダニエル、ダニエルの自作曲、ハエリン、ヘリンのソロのダンスパフォーマンスとともに、各人が高い表現力を示した。 本編最後の立東は幻想的なハミング、スネアドラムの軽やかなビートが印象的で、ファンの大きなコールがドームの熱を高める。曲が終わった瞬間の切なさを含め、ニュージーンズならではのは、かなさや美しさを伝えていた。オープニング DJ では、多くの曲制作に関わるプロデューサー、250、イオゴン、がグループの静質さや浮遊感を電子音で表現。 キングニューのベース荒井和樹ら、気鋭の奏者を演奏に起用し、スペシャルゲストで夜遊びが登場するなど、日本公演独自の演出もあった。正式な日本デビューから約一週間。底知れぬ舞台を見せた彼女たちはどこまで高みに登るのか。そして、日本のアーティストやクリエイターは、隣国のこうした表現にどう向き合い、返答していくのか。注目したい。